闇の暗殺者。ボリューム4で登場した、闇属性、アンデッド族の下級モンスター。魔界に君臨しているらしいが、魔界では、暗殺者よりも劇団員の方が強く。魔界の茨といい勝負をし、魔界の機械兵には勝てずに捕まる。ザ・バリアブルブックの情報では、とても有名なため、最近では、あまり仕事が来なくなってしまったらしいが、暗殺者なのに、住人にも勝てない戦闘力なのも、理由の一つなのではないだろうか。自慢のサイコソードが、サイコソードと同じなら、サイキック族ではないので装備できない。アサシンは、伝説の暗殺教団と呼ばれた、ハッシャーシーンが語源とされ、10世紀前後のイスラム王朝や、十字軍の要人を暗殺したという伝説がある。現在では、一般に知られる教団の話と、実際の活動には大きな食い違いがあるとして、都市伝説のように扱われる、謎の多い史実の一つである。海外版の TCG に登場した初版では、カード名が、Dark Assassin となっていたが、再版以降は、暗殺者から、襲撃者を意味する、Dark Assailant に変更された。アニメでは、おとぎ龍二が使用するモンスターとして登場しており、ダンジョンダイスモンスターズ編で、召喚された際は、第49話、奇跡のディメンション、ブラックマジシャン召喚で、宝箱に入っていたアイテム、モンスターキャノンに発射されたが、特に成果なく退場した。ノア編の第106話、男の花道、コンダ玉砕でも、おとぎが召喚しているが、やはりステータスが低いからか、守備表示のまま、こちらも活躍することなく退場している。